記録51秒01、4着サブレーン旭川緑ヶ丘51秒05、5着4レーン函館本通り記録51秒31、6着3レーン釧路競泳記録51秒62、7着2レーン札幌清田記録1分10秒17。以上女子 4×100m リレー決勝の結果でした。それでは3日間の 最後を飾ります。男子の 400m リレー決勝です。8チームご紹介いたしましょう。第2レーン原くん、武井くん、西柳くん、加瀬くんのオーダーで札幌柏。第3レーン木村くん、佐々木くん、川上くん、渡くんのオーダーで志別。第4レーン浅田くん、柴田くん、武田くん、加賀くんのオーダーで札幌。第5年畑くん、北条くん、安藤くん、中田くんのオーダーで江別中央。第6年浜田くん、佐藤くん、宮沢くん、桜井くんのオーダーで帯広南町。第7年安井くん、野呂くん、児玉くん、工藤くんのオーダーで手庭。第8レーン田辺くん、堀田くん、信田くん、中野くんのオーダーで北見公園。そして第9レーン布川くん、足立くん、長谷川くん、酒井くんのオーダーで釧路慶雲。勝てば大阪行きの切符がつかめます。男子 400m リレー決勝です。
優勝でした。